転職して YouTuber をサポートする会社に入るのですが、もしひろゆきさんが YouTuber をマネジメントするならどんなことをしますか？ YouTuber を自分でやってみろ。結局のところ、YouTuber で優秀な人って、アナリティクスを自分で見れる人なんですよ。なので、この動画を出して、じゃあこういう人が見て、これだけ再生数が伸び出した。で、いいねがこれぐらい、高評価がこれぐらいで、低評価がこれぐらい。で、その、グラフも見れるから、何分でどれぐらい離脱したとか、このネタは受けなかったとか、要は自分の動画に対してすげえ時間を使って、その分析するのよ。優秀な人は。で、その能力がある人に対して、赤の他人が、いや、こうした方がいいっすよって言っても、何の説得力もないのね。なので、どう説得力を持つかっていうと、自分で動画を作って、こうやってうまくいきましたっていう実例がないと説得力まるでないよね。なんか世間でさ、こうやった方が、YouTuber うまくいきますよ、みたいな、なんかホームページ書いてあったりとか、コツがとか書いてあったりするんだけど、それって一般論だし、YouTube で食ってる人ってそんなの知ってるから、全部。なので、なかなか難しいですよ。素人が突然なんかアドバイスをするみたいな、結構おこがましい世界な気はします。テレビの世界の芸能だと、正解がわからないんですよ。誰が見てるかわかんないし、どの人がいつチャンネル切ったかもわかんないし、どういう層がじゃあいいねをして、どういう層がその低評価をしてるかもわかんないんだけど、IT の世界ってそれが全部見えちゃうから、だから、その YouTuber よりもその数字の感覚にめちゃめちゃ詳しくなるとかね。例えばこういう傾向があることをやって、長期的にこういう流れがあるけども、実はこうした方が効率いいですよとか、じゃあ字幕の読む間隔が何秒だけど、これ実はもうちょっと伸ばした方がいいですよとか、1画面に入れる文字数っていうのはこれだけにした方がいいですよとか、字幕の文字を入れるんだったら、これの裏にもこういう補色で入れた方が、実は文字読みやすいですよとかっていう、テクニカルな方向で知識を増やしてアドバイスをするっていうところまでいければいいんだけど、それってでも素人だと無理だから、やっぱり多分自分で YouTube の動画上げてやる方がいいんじゃないかな。